ドン。どうも、推しはドラケンの朝もんです。よろしくお願いします。今年の目標は推しを死なせないことなので、もしよろしければ高評価、グッドボタン、そしてチャンネル登録、コメントよろしくお願いします。さあ、今回見ていくのは東京リベンジャーズ聖夜決戦編第12話、ラストオーダーです。やめてくれよ、なんかもう不穏じゃん。で、なんかね、公式ツイッター確認したら最終回じゃないらしいんだよ。次回の放送もお楽しみにって書いてあったけど、楽しめる要素が何もねえんだよ、このアニメは。最悪だよ。まず前回のおさらい、第11話が、全体の集会が開かれて、キサキテッタを、除名にするってなって、で、まあ、それに伴ってハンマーが抜ける。で、ハンマーも抜けるっていうことは、元メビウスたちも抜けるから、だいたい300人くらいもいなくなるけど、それでいいのかっつったら、もうマイキーは、ああ、もうそれでいいから出てけと。でも、まあ、その、本来のね、今までのやつで言うんだったら、キサキが遠間にいることがっていうのがあったから、あれ、もうこれでいいんじゃねっつって、現代に戻ったら、まさかの三ツ矢死んでたっていう。何なの？もう何もわかんない。最悪だよ。まあでもね、未来で他の面々がどうなってるかはまだわかんないんだよ。今のところ三ツ矢が死んでるっていうのしかわかんないから、ドラケンが生きてることだけを祈るしかない。ということで、第12話見ていきたいと思います。もしこの動画良かったら高評価、グッドボタン、そしてチャンネル登録、コメントよろしくお願いします。Twitter もやっておりますので、ツイッターのフォローお待ちしております。よろしくお願いします。マジでどうなんだ、何もわからないし怖すぎる。はい、それではディズニープラスで再生していきます。3、2、1スタート。これきちいよ。三ツ矢、誰だお前、キサキじゃねえだろうな、今のメガネ。おいって、生々しいってやめろって。でもやっぱ遠回ってなってんな。ひなも、またひなも死んでん。はあ、うわ、写真残ってる。ナオト。
教えてくれ。生きてすらねえ。また死んだか、ドラケン。殺されたっていうことはやっぱ、キサキを外に出したのがやばかったんだろ。もうキサキ殺すしかねえんじゃねえ。勝手に今、キサキを敵として話しとるけど、まあ、キサキじゃない可能性もあるもんな。大樹くんの可能性もありそうだしな。わかんないよ。大樹くん。すぐ手が出るから、大樹くんは。でもわかんねえんだよな、他が。いやでも勘弁してくれよ。今の面々がもう殺されたっつうことかな。本編開始。第36話ラストオーダー。はっ！はっ！考察だった。ちょっと待って。パチンとかも死んでんの？キサキも死んでる。え、なんで俺の推しだけ惨殺とかいう表現なの？おかしくない？それ。ふざけんなよ。誰だよ、じゃあ。指名手配。エンディングの、あれじゃねえ。容疑者ってどういうこと？マイキーが殺した。そうか。もうみんないねえんだな、他のみんな。全くわかんねえよ。キサキが出たんだよ。変わりすぎやろ。それじゃないの。でもキサキも死んでんのがわかんねえ。
竹道花垣誰から。誰の。いつか話した誰だ。バイク。指だ。うん。マイキーから。なんとかって町に行かない。うわ、すげえ、マジでフィリピンに行ったやん。エンディングのあの場所か。うん。ああ、ここ。これ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 。マイキー？マイキーだ。あれマイキーだったんだな、やっぱこれ。
はあ。昆布じゃないの？高校生かなんかになったか。よい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 
ダメよ。どういう状況だよ。どういう状況だよ。やべえって極端な思考だよ。ダメだって。やめて。
泣いてんじゃん、マイキー。うわ、ナオトがやったか。即死やろ。はあ、生きてた。うわぁ、死んだ。終わった。終わった。いや、でもさ、やめろよ、ほんと。視察、小殺、考察、大体どんな殺され方をしたか分かるのに、俺の推しだけ惨殺って何？ふざけんなよってね。でもマジで最悪になったな。でも初めてその未来のマイキーと会ったか。いや、でもさ、もう、どうすんのよ。でもなんで竹道は、東卍を抜けようとしたんだろうな。わかんない。これマイキーだったんだな。これ。
これ最後のマイキーだったんだよ。いやでもだからってさ、もうちょっとさ、やりようっていうもんがあんだろ。おかしいって。勘弁してくれよ、ほんとに。どういう風に終わんの？次回で終わりだったりするのかな？ツークールなんかな？わかんねえんだ。それが。わかんねえ。13話で終わんのか、それともまたシーズン1みたいな感じでツークールでやんのか。でもこれから過去に戻ったとて、何をしようとするんだろう。ねえ、さあ、もう終わろうよ、ほんと。第10話で終わりでよかったじゃん、さあ、ほんとにさあ、もうさ。意味がわかんねえよ、なんで惨殺ってふざけたバーカ。ダメだ。もう今年の目標が終わった。ダメだ。惨殺って何？過去に戻れば生きてる状態で終わることができるからね。でも俺の場合まだセーフだから、過去に戻ればワンチャンあるから。でも現代で終わったら死んだっていう結果で終わるけど、現代のこのまんま最終回を迎えたら死んだことになるけど、過去に戻って最終回だったらまだセーフだから。あー、でもマジで今までいっちゃん最悪だな。全員死んでんだもん。マイキーも死んだし、とうとう。やっちまったなー。最悪。でもまあ来週があるっていうのは確定してる。ツークール目っていうか、ツークールなのか、もう次回で最終回なのか、ちょっとわかんないですけれども。とりあえず一旦終わろう。俺今から仕事行くんだ。気が気じゃねえよ、もう。最悪。終わり。もしこの動画良かったら高評価、グッドボタン、そしてチャンネル登録、コメントよろしくお願いします。ツイッターもやっておりますので、ツイッターのフォローお待ちしております。概要欄の方に貼っておりますので、そちらチェックください。ということで、東京リベンジャーズ聖夜決戦編第12話、ラストオーダーでした。ありがとうございました。ならね。